皆さんこんにちは、K です。トミです。キャンプって、いろんな火起こしのやり方あるじゃないですか。そうですね。今回はね、二通りのやり方でね、火起こしていこうと思います。お、面白そうじゃないですか。火起こしチャレンジですよ。おー、楽しみです。楽しみね。それでね、セリアで道具買ってきたんでね、それ使ってね、準備取り掛かりましょうか。やりましょう。行きましょう。行きましょう。レッツゴー。じゃあまずね、こちらの大きい板、ノコギリでとりあえず半分に切ってみましょう。で、切ってきます。おー、いけるね。いいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、割と切りやすい。いいよ、いい感じ、いい感じ。よいしょ、もうちょい。よいしょ、いいだ。ういえ。こんな感じで板切れました。これね、薪の代わりにするんで、あと細かく裂いていきますよ。じゃあ今切った板をね、バトニングしていきます。バトニングだったっけな。細かくね、薪代わりにするために細いのと太いの作っていきます。ナイフがいつもの料理用のしかなくてね、サバイバルナイフ欲しいよね。欲しいね。あれあるといいけどね。とりあえず細めにいけるかな、これ。お、いけるね。お、きれいきれい。うい、うい。お、いけた。おー、すごい。こんな感じ。いいね。お、いいね。うい。おい。いいじゃん。重そうさ。めっちゃいい。やる？こんな感じ？そうそう。最初入れて、甲羅を叩く。そうそうそう。あ、いいね。おいや。やば。あとで使えるから。結構あれな。慎重にいかんとね。慎重にいかんとね。いっちゃうね。ちゃう。難しいな。ダメだ。センスがねえわ。よし、OK。はい、できた。これに火つけてね、燃やしていこうか。燃やしていこうか。焚き火、焚き火。じゃあ今度これ、朝日もね。これが着火の火種拾ってくれるやつかなるんで、この麻紐をほどいていきます。細かくね、ふわふわになるはずだから。たけさんめっちゃうまいやん。犬の毛みたいな。バトニングは苦手やったけどね。そうやな。細かい作業得意みたいな。得意。うまいやん。手先がいい。枯れ葉あればね、麻紐ちょっとでいいけどね。うん、ねえの。ない。こんなもんか。あ、めっちゃ綺麗。どうこれ。こんな感じ。じゃあとりあえず二人がかりでこんだけ作りました。枯れ草がないからね、ちょっと多めにね作っときました。あと最初火つけやすいようにもうちょっと細かい枝もね作っときました。これで火起こししようか。しようか。ここで登場するのがいつものスタンドね。これの便利なとこはね、こっから突っ込めるからね。これだけ置いて、じゃこれね、セリアで買ってきました。ファイヤースターター、なんかネットで売ってるやつよりはちょっと細いみたいやけど、ここから開けて、どんな感じ？ここでこうするんかな？どう？
わかりました。こうやね。こうやね。そうや。えぐる感じ。見えるこれ。あ、見えとるね。うわ、出る。すげえ。うん、なるほど。おお。オッケー。これで火をつけていきます。もっとふわっとさせて。お、来たー。けどモテねえんだよ。モテねえ。モテねえこれ。早すぎるわ。一瞬やな。そう。焦げた。ちょっと作戦変更。フェザースティックっぽいの作るわ。できんけど。このぐらいしかできん。限界や俺には。まだ修行が足りんな。修行足りん。うん。あ。買って。こんな感じで勘弁してくださいということでリベンジマッチ、今回ちょっと細かいのも用意したからこれでいけるでしょ。さすがにで、これも用意したしね。困る。うん、先に乗っけとくか。乗っけとく。燃えるように細かいやつ乗せといて、いくぜ。お、来たよ来たよ来たよ。お、いけるんじゃね。これはいけるな。いったでしょ。これもう成功でしょ。成功でしょ。いったな。火はついた。うわ、これどうしよう。どう突っ込んでいくか。そうだな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。移すの大変だよこれ。移すの成功。成功。ふう。よかった。火力やば。火力やべや。かっこいいな。ファイヤー。ついでだからなんか焼く？焼く。買ってきたし。そうだな。網をこうか。うい。うい。じゃあ今日はこの骨付きフランクフルト、贅沢だなこれ。そうだね。うん。うえ。熱い。うわ。やば。これ落ちる。うわ。すごっ。このパリパリな感じうまそうやね。そうだよね。できました。焦げたけど。焦げたけど。火力強いだ。熱い。熱い。熱いね。いただきます。熱い。うん。あ、うまいうまい。美味しいね。うめえ。うまいな。うん。外のパリパリ感がやばい。やば。贅沢やなこれ。いい骨付きはいいね。骨付き最高。夢の骨付きに。うん。脂すごいでしょ。脂すごい。完璧や。うわ。肉汁が。うん、うまい。次、骨付きソーセージじゃなくてハーブソーセージ。あ、いいじゃん。いいよ。ぶっとれ。なんだっけ、レモンパセリか。レモンパセリ。レモンパセリソーセージ。焼こう焼こう。焼こう。いいぞ、主人。素手でちょっとごめんね。うわ。
じっくり2本ぐらい2本ぐらい、うん、最初うわ、うまそう、肉汁めっちゃ出とるやん、うわ、うまそう、そうだね、うわ、焼き目やばい、綺麗や、うん、すごい、うわ、いい感じ、こんがりやね、こんがり、いい感じ、楽しみや、楽しみだ、何回もひっくり返してひっくり返してじっくりね、じっくりと、うわ、この音、肉汁がね、垂れたわね、これいい音や、いい音、食べよう、食べよう、うわ、わお、うまそう、あ、やべやべ、これ終わっちゃうよこれでかっ、中でかいよね、いただきます、赤い、いただきます、うん、うまうまやばやばいね、うん、ハーブの香りする、うん、ほのかにレモンとね、うん、肉汁めっちゃ出てくる、うん、うん、最高や、じゃあゆっくり食べながらね、あと3本あるか、3本ゆっくり食べていこうか、食べていこう、ということでごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いや、焚き火で作るウインナー美味しかったね、めっちゃ美味しかった、最強やん、ほんまりしててね、ほんまり匂いもね、うん、よくて肉汁ジュワーって、ね、ブワーってシャキってね、うん、うまく火もつけれたしね、うん、セリアのファイアスターターね、優秀やね、優秀やん、ね、使んと思ったんだよ俺最初あれと思って俺しょぼいんじゃねえのかと思ってやり方しない引いて押すみたいな、押すみたいな、返すみたいな、面白かったね、面白かったね、うん、また今後もこのやり方たまにやろうか、そうやね、うん、皆さんもよかったらね、セリアに最近キャンプ道具多いらしいからね、うん、ぜひ行ってみて使ってみてください、使ってください、今日はご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、この動画が良かったなって思った方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、コメントもね書いてください、よろしくお願いします、またね、バイバイ、バイバイ。